何かお客さんが用事があるって店長さんに言われたんですが。驚いたな。え？25年も経ってるのに変わらない人もいるもんだ。やっと会えた。ずっと探していたんですよ。静子，别跑！我感觉他要跑，他跑了。那个前庄夜的是秋山，第一个主角。现在我们要到东京湾的码头，不找人了。不想成为消波块，夜宝就要赶快。紧张的时候用这个音乐蛮微妙的。哇啦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 。直接出发，简单模式，没垮了。拿枪的先杀掉。你不拿枪啊？吓我！刀子，他只是睡着了。
下，我先拿一下水。强身饮料 ZZ。看，等一下啦，没按到，就不能让我休息一下吗？看到没？这游戏没有正常人哦。先点增加连段速度吧。随机的精髓。刚好把点数花完了。要从哪边绕下去呢？要绕一圈呢。跌倒会扣血，哦、好好痛哦！靠背，我摔死了。哇，我拉怪了。先多一招连段，烦欸，慢慢走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 ，对，要王霸之气。我们能，还有一个小废物在后面。
大哥别走了，我求你啊，别走啊。先打拿枪的，为什么拿枪的血最多？不公平。东表示马德，哇靠，这个东他还活着哎、欸。蓄力哦，一刀流，弟都在会长，想必做梦也没有，都想不到你会躲在我这边吧？哦，干，刑警躲在柴田这边呢？哇，哈哈哈哈！干柴田他没有切手指，干好贱哦！他只是把伤口包扎一下。好聪明哦！我以后也要包一裹，然后拿猪蹄给他。不管被谁看到，都会以为我是为了那场斗争谢罪。毕竟，你因为这个女人被迫背负意料之外的麻烦。まさかこんな女が
今世間を騒がせている連続殺人事件の犯人だったとはな。どうして柴田組の関係者ばかりを狙ったんだ。仕方なかったんです。1億なんて用意できると思わなかったから。ん？何おかしなこと言ってるんだ。なるほど、なかなかいい女だ。これなら男は色仕掛けに引っかかるってわけか。柴田組長、もういいでしょう。この女が柴田組の関係者を殺して回っていたことは確かです。殺してしまいましょう。私の方で始末しておきます。まあ待て組長。俺はな、どうしてこの女がうちの連中を殺して回ったのか知りたいんだよ。それに この女の色仕掛けがどこまでのもんか試してみたいもんじゃねえか。あんたはもう用済みだ。どういうことだ。荒い。心配しないでください。これも計画のうちなんですから。この女の仕事は終わってない。まだ必要なんですよ我々にはね。我々だと？ええ、そうです。私と葛城さん、それにあと数名の協力者にとってね。お前、葛城の方に寝返ったのか。柴田さん、勘違いしないでください。私は花から柴田組と組んでいるつもりはない。最後に教えといてあげます。25年前の事件、葛城さんと手を組んでいたのはあんただ。そうですよね。あの事件、あんたは自分の出世のため葛城さんに手を貸した。でもそれ以来あんたは事件の真相をネタに葛城さんに見返りを求めすぎた。葛城さんにとって今のあんたは邪魔者でしかない。それじゃ。警察だ、銃を捨てろ。おい、しっかりしろ。25年前上野義晴の襲撃事件を仕組んだのはあんただろうか。あの事件にはどんな裏があるんだ。おい、おい柴田、しっかりしろ。以上就是柴田被杀的真相。没有想到是新井杀的，因为新井其实一直都被秋山给信赖，然后秋山不想要看走眼，他不想要再被背叛。但我觉得秋山如果知道死刑的话，应该会难过。